これだ。これはな、父ガーリックが先代の神に取り上げられたアクアの水だ。この中には人間どもの邪悪なる心を呼び覚ますアクアミストという霧が入っている。この霧を吸えばいかなる生き物も魔物として生まれ変わる。この世は魔族で埋め尽くされるわけだ。そしてその頂点に立たれるお方が。そういうことだ。お母さんをこんなにしたのは。上進水があるのは天界の神殿なんだ。どうだコズ、俺たちと一緒に天界に来んか。Thank you.
何者？ピッコロさん。最近出来損ないの魔族が何やら暴れていると聞いたが、貴様らだったか。ガーリック・ジュニアか。どうやってあのデッドゾーンから抜け出したんだ。貴様らにそんなパワーがあるとは思えんが。では教えてやろう。魔境星のおかげだ。魔境星？そうだ。5000年に一度、この地球に近づく我ら魔族の故郷の星。この魔境星が近づくと、我らの潜在パワーが目覚め、その力は数十倍にもなる。ガーリック・ジュニア様、この増大したパワーを最大限に高め、自力で脱出なさったのだ。そして今天界の神を倒し、ドラゴンボールで永遠の命を手に入れたガーリックジュニア様、あとはアクアミストによって。つまり吸い込んでから24時間経てば